体にこびりついた硝煙の匂い、吸い込んだ熱風が喉を焼く。口の中に広がる鉄の味、血にまみれた手は乾く暇もない。そうだ、あの戦場だ。戦場で生き残るには戦うしかない。運よく私にはその才能があった。戦わなくてはならない。だから私は VU ウイルス。なんだそれは。不治の病。私がそのウイルスに感染しているというのか。そうか。でもそのウイルスがあれば強くなれるんだろう。なら問題ない。治療も必要ない。次の戦場はどこだ。皆殺しにしてやる。私が戦わなくちゃ。私が敵を倒さなくちゃ。ウイルスの力を使って。私はさらなる戦いを求めた。ただひたすら戦って、戦って、戦い続けて。私は、何のために戦っていたのかすら忘れてしまった。そうして気がついた時にはビクニの港に立っていたんだ。それでは今期の定期戦を始めます。ついに定期戦が始まるんだね。どんな戦いになるんだろう。いつもと同じだよ。相手が誰でもぶっ飛ばすだけだし。とその前に理事長から重大な発表があります。重大な発表？なんだろう。ご期生の皆さん、おはようございます。発表というのは他でもありません。先日提出してもらった定期戦のパートナー申請のことだけど、あれ全部なしにします。ごめんね。何それ。今回の定期戦では無作為の抽出によってペアを決めます。無作為？どういうこと？今から皆さんに封筒を配ります。
中に番号が書いてある札が入っているから、同じ番号の人同士が定期戦でのペアになります。くじでランダムに組む相手を決めるってことみたいね。それじゃあ私お姉ちゃんと組めないの？そんなの聞いてないよ。お静かに。ここビクニにおいて理事長の決定は絶対なのです。従わないというのであれば定期戦の参加資格を剥奪します。よろしくて。はい、はいはいはい、質問。何かしら、神楽坂蘭華さん。せめてどうして急にこんなことになったのか理由を教えてください。蘭華ちゃん、理由の説明もなしにただ従いじゃ納得できません。いいでしょう、よく聞きなさい。でも蘭華ちゃんじゃなくても気になるよね。私たちヴァルキリーにとって誰をパートナーにするかは一番大事なこと。その大事なことを当日になって突然変更するんだもの。とてつもない理由が隠されているはず。一体どんな理由が。その方が面白いと思って。はい、以上よ。それだけ？それだけ。あとみんながびっくりするだろうなーって。そんなの納得できないよ。理由は説明しました。その上であなた方が選べるのは従うか脱落を認めるかの2つ。好きな方を選びなさい。やるよ、脱落なんて困るもん。こうなったら気合だ。気合でお姉ちゃんと同じ番号を引いてやる。蘭華ちゃん、封筒が回ってきたよ。うわ、お姉ちゃんと同じ番号、お姉ちゃんと同じ番号。はい、これだ。それでは全員封筒は行き渡りましたか？行き渡ったのでしたら各自開封をしてください。すいません、61番の人はいませんか？24番いますか？試合は本日13時より行います。それまで各自パートナーと話し合って作戦を立てるとか絆を深めるとかに費やしてくださいね。もちろん食事と休憩もしっかりとること。以上よ。お姉ちゃん何番だった？私は41番だったよ。当然お姉ちゃんも41番だよね。他の番号なんてありえないし。うん、ちょっと待って、今封筒を開けるから。パートナーは話しやすい子がいいな。怖い人だったら困るな。何番？40番だね。一つ違い？嘘。あはは、そうそううまくはいかないよ。気合が足りなかったか。どんどんやる気が失せてきたよ。ダメだよ蘭華ちゃん、一生懸命やらなくちゃ。パートナーのリセットは今回だけの特別ルールでしょ。定期戦を乗り切ればまた自由にペアを組めるんだから。そうだね、分かってるんだけどさ。じゃあ私のパートナーを探しに行ってくるね。行ってらっしゃい。私も自分のパートナーを探さなくっちゃ。どうしよう、40番の人が見つからないよ。定期戦開始までに合流できなかったら危険になっちゃう。お前が40番か。私もだ。ももちゃん、じゃあ私たちでペアを組むんだね。そういうことになったらしい。よかった、合流できて。そのあれだ。何？私のような面倒な相手と組むことになって災難だったな。災難？どうして？私が戦う目的をまだ見出せていない。ただ思い出せない過去の記憶と漠然と戦いたいという思いが胸の中にあるだけだ。つまらないプライドにこだわって
お前たちにも、その、迷惑をかけた。そんな相手と組むのは、誰だって面倒だろう。全然そんなことないよ。むしろ嬉しいくらい。嬉しい？どうしてだ。ももちゃんは定期戦を勝ち抜いてリクニに残るって決めたんでしょ。満腹丸やお前たちを見ていたら、つまらないプライドにこだわっていた自分がバカバカ。今は思い出せないが、私がここへ来たのには理由があるはずだ。戦う前から理由をつけて諦めるのは間違ってる。私から逃げたくない、そう思った。今の話を聞ければ十分だよ。私たちはお互いのために戦える、そう思わない？いいのか。私もちろん。こちらこそよろしくね、ももちゃん。それに戦いに関しては私よりももちゃんの方が何倍も経験あると思うし、ももちゃんと組めてむしろ私の方がラッキーだったかなーなんてね。ありがとう。え、何？よく聞こえなかったよ。私の足を引っ張るなと、そう言った。うん、一緒に頑張ろう。はあ、そういえば今日は星座占いも最下位だった。何が言いたいんですか？お姉ちゃんと組みたかったよ。勝利の決めポーズまで考えてたのに。言っておきますけど、私そんなのやりませんからね。つまんないな。お姉ちゃんなら絶対に乗ってくれたのに。よりにもよってなんで稲川が41番なわけ？その言葉そっくりお返しします。どうしてランカさんが41番なんですか？予定ではバイオラさんと組んでバッチリカッチリ評価を上げるつもりだったのに。ああ、私がパートナーで悪いござんしたね。はあ、こんな風に愚痴を投げつけ合っていても何も始まりません。ランカさん、勝ち残る気はあるんでしょ？当たり前でしょ。私だって脱落するわけにはいかないんです。プラン B が必要ですね。共闘しませんか？まあ悪いのは自分のくじ運だもんね。稲川自身に恨みがあるわけじゃなし、ここは前向きに検討しよっか。私のバトルスタイルが検討だけにね。さて、真面目に作戦を考えましょう。あれ、面白くなかった？あれ、先が思いやられますね。私もももちゃんも武器の間合いはそれほど変わらないのか。弓や銃と比べたら差はあってなきに等しいな。相手が飛び道具系だとまずいよね。対処の仕様はある。通常クラスの連中はほとんどが戦闘については素人らしい。さすがはももちゃん、頼りになるね。下手な考え休むに似たりって言葉知ってる？あ、バイオラちゃん。あなたたちのような雑魚がどんな作戦を立てようと無駄なあがきという意味よ。用がないならさっさと立ち去れ。あら、せっかく頼まれて伝言を持ってきたのに釣れないわね。伝言？私のパートナーからの伝言よ。約束したのに一緒に組めなくてごめんなさいなのだ。だそうよ。なのだ？もしかしてお前が満腹丸のパートナーになったのか？あいつはどこにいる？どうして直接言いに来ない？罰が悪くて顔を合わせづらいんでしょ。察してあげなさいな。パートナーを組むという約束を破ってしまったのを気にしてるようだったし、その上で定期戦で私たちと対戦するようなことがあればどうしたって勝ってしまうものね。自分たちが勝つってそんなのやってみなきゃわからないじゃない。いいえ、
断言するわ。あなたたちでは私と満腹の足元にも及ばない。今回のことは満腹のせいじゃないんだし、許してあげなさい。それじゃあね。ちょっと待って、言っちゃった。すごい自信だったね。言うだけのことはある。あいつは強い。ますます負けられない戦いになってきたね。どういうことだ。もしももちゃんが負けたりしたら、満腹丸ちゃんきっともっと気にしちゃうでしょ。お前は私や満腹丸のために戦うというのか。もちろん自分のためでもあるけど、それが他の誰かのためでもあるならもっと頑張れると思わない。他の誰かのために戦うか。私おかしなこと言った？いや、いいんだ。とにかく相手が誰だろうが負けるわけにはいかない。時間はあまりないが、あらゆる状況を考慮して対策を立てておこう。うん。それでは定期戦の組み合わせを順次発表していきます。まずは41番のペア。お、私たちが一番手だって。いつ呼ばれるか緊張しなくていい分ラッキーかも。さーて、相手は誰かな。誰でも一緒だけどね。対戦相手は40番のペア。40番。あれ、40番って、お姉ちゃん。やっほー、ランカちゃん、お手柔らかにね。え、私とお姉ちゃんが戦うの？そんなのっておかしくない？いいえ、ペアも対戦の組み合わせも全てくじによるランダムな抽選の結果よ。ランダムですって。どうだか。私は嫌だよ。お姉ちゃんと戦うぐらいなら死んだ方がマシだもん。ランカさん、それでは私が困ります。聞き分けのないことを言わないのよ、ランカちゃん。私と一緒じゃなきゃ戦えない、私相手じゃ戦えないなんて、そんなに弱い子じゃないはず。私が相手でもちゃんと戦えるって証明してみせなさい。この先いつまでも一緒にはいられないかもしれないんだもの。わかったよ、お姉ちゃん。私がリブレイターをやる。妹が相手じゃ戦いづらいだろう。あ、いや、妹が相手だからといって手加減をされても困る。ありがとう。じゃあももちゃんにお任せしようかな。安心しろ、リンカ。お前の気持ちをあいつらにきっと伝えてみせる。ももちゃん、今私のこと名前で呼んでくれた？いちいち長ったらしい名字で呼ぶのが面倒だったんだけど。それより戦いに集中しろ。行くぞ、リンカ。うん。それでは定期戦第一試合を開始します。行くぞ、神楽坂。うん、頑張ろうね。ああ、負けるわけにはいかない。やっ、はい、はっ、いくらでも相手になる。飛べ。刻め。50コンボ突破、押さえ。消えろ。その程度。100コンボ突破、砕けろ。避けられるか。終わり。倒れろ。
避けられるか。終わり。避けこっちだ。砕け。ミルクコンボ突破。消えろ。こっちだ。刻む。ここで押す。終わり。押そう。消えろ。避けられるか。押そう。刻め。300コンボ突破。押そう。押すご無駄。進める。私を本気にさせてくれ。ドライブ。ももちゃん。邪魔だ。扇風機ダメ。その程度無駄。しのぎくらえ。終わり。覚悟。失せろ。やっほっ。やっ終わり。消えろ。しのぎその程度はっ。失せろ。終わり。刻む。消えろ。消えろ。終わり。砕ける。やっはっ。倒れ。ここからが本気だ。消えろ。殲滅。私を本気にさせてくれ。避けられるか。くらえ。消えろ。失せろ。押そう。くらえ。砕け。失せろ。押そう。こっちだ。50コンボ突破。砕け。こっちだ。やった。はっ。扇風。終わり。刻む。くらえ。進める。刻む。やっ。物足りない。扇風刻め。かわせるなんて思わない。さよなら。すぐ砕ける。倒れろ。私を本気にさせてくれ。失せろ。くらえ。はっ。50コンボ突破。扇風刻む。覚悟。扇風。はっ。100コンボ突破。覚悟。刻む。砕ける。邪魔だ。ここからが本場。終わり。邪魔だ。50コンボ突破。押そう。終わり。じゃあ100コンボ突破。避けられるか。はっ。倒れよ。
刻む。失せろ覚悟。やっ砕ける。飛べ失せろ。はっやっはっ覚悟遅い飛べ刻めはっはっ消えろ砕けるせろ遅いまだ刻め砕ける邪魔だはっそこだ砕け終わり砕けるやっ飛べこっちだはっはっやっ邪魔だ無敵コンボ突破稲川いけるなえもちろんよしそれじゃあ行きますか敵を見つけました油断は禁物ですよランカさん分かってるよ分かってるけど雑念を捨てなさい今は勝つことだけを考えてやるしかないのう一気に仕留めるトルネードウォーフェアそう跡形もなく切り刻むトルネードウォーフェアとかたもなく切り刻むトルネードウォークフェア訓練？そんなものはしていない。リンカとドライブしたのは今回が初めてだ。そんなありえません。初めてのドライブであれほどのシンクロができるなんて。行こう稲川、負けは負けだよ。でもランカさん、定期戦はこれで終わりってわけじゃないんだし、次の対戦の準備もしなくちゃ。このまま負けっぱなしってわけにはいかないでしょ。お姉ちゃんが敵じゃなければ私は誰にも負けないんだ。評価は他で取り戻すよ。だから行こう稲川。わかりました。では失礼します。ランカちゃん。心配ない。お前の気持ちはランカもわかっているはずだ。負けという事実が気に食わなくて拗ねてるだけだろ。だといいんだけど。戦っている最中ずっと不思議な感覚に包まれていた。自分の知らない力が湧いてくるような、そんな感覚だ。私はももちゃんが私のために頑張ってくれてるのを感じてたよ。あの瞬間私たちは確かにお互いを思いやる気持ちで結ばれてたよね。信頼というものか。ももちゃん、
私はね、戦う力なんて欲しくないんだ。普通に暮らしたいだけなの。だから VR ウイルスなんていらないってずっと思ってたんだ。でもバルキリードライブの中でお互いの気持ちが通じ合えるなら、悪いことばかりじゃないのかもね。相手の気持ちなんて普通だったらいくら言葉を重ねても信じられたりしないもの。そうかもしれないな。自分以外の誰かのために戦うというのも案外悪い気分じゃない。少しずつだけど、この島で自分がどうすべきか、どう戦うべきか。本当？よかったね、ももちゃん。気を緩めるなよ、リンカ。定期戦はまだ終わりじゃない。まずは体を休めるぞ。うん、次も頑張ろうね、ももちゃん。